やはり予想通り庭に来た瞬間に乗りました。あ、石取ったかな。ちょっと今日ずっと帽子かぶってたんでしょうね。髪型がもうその帽子の後ついてるわ。もうってことはちゃんとかぶってたんやと思います。ボールもやっぱりね、遊んでますね。ボールも遊ぶかなって思ったら、チャリンコしんちゃんが乗ったら、じゃあ次ボールっていう予想通り。急に大きい声でさっき騒いとったな。びっくりした。もう慣れた。慣れたけど。どうしようみたいな。どうしようみたいな。すごい。サメもホウジロザメ乗ってるよ。ほう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 ってしよう。ほう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 って来て、ほうほう元気だと思うよ。お前。包丁剤直してよ。全然サメの人間を持って包丁剤直してよ。包丁剤みたいに人食いザメ超大きいジンベエザメは食べへんけど、ほう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 結局はおじゃりさん。ジンベエザメは攻撃してこない。お元気をしてる。まだ好き。サナちゃんやった。まだまだ。じゃんじゃじゃん、赤ちゃんがおむつ。赤ちゃんのおむつしてんの？あ、赤ちゃん。あ、だって寝とった。コロンさてん。あ、寝とった。あちゃあちゃうのちゃうの。あれ二人何してんやろ。いや、もう服の柄ガラガラやん。もう下田景樹みたいに見る。下田景樹さんみたいに何しそうね、何しそうね、何しそうね。はい、背は相変わらずテンション高いです。何しそうね、二人何しそうね。せいえ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 さっきせいとボール遊びをしました。パパが蹴って、せいがそのボールから逃げて、で、また蹴って逃げてみたいだな。で、疲れたわ。楽しかったな。こんな感じでせい、へい、へい、へい。え、なにそうに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 、へい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 。あ、外見てんの？外見とんねんな。昨日ほら、せい見てみ、頑張って作ってんで、見て。使いが増えたやろ。イエーイ。どんどんな。もしアンパンマンが急にめっちゃ速く回ったら、せいの反応は。うわぁ、せい、うわぁ、え、うわぁ。いや、無反応やな。邪魔すな、邪魔すなって感じやな。なおちゃんに変わってる。なおちゃん、あばな、なおちゃんに変わってるせいが。はい、リオは何をしてるんだろう。いや、小顔ローラー。小顔ローラーなっとる。はい、以前ね、やったことがあって、お化けを、マリオが吸って退治するゲームをやりたいということで、
で、ゴールデンウィークで今緊急事態宣言なんで、ゲームにやってなくていけないから、だから家でこの掃除機とライトを作って合体させて、それでやってみよう。イエーイ。はい、じゃあパジャマから着替えてな。はい。白い T シャツやから、パイが透けるかって。いや、大丈夫、映ってないんで大丈夫だね。しんちゃん、うん、しんちゃん何着替えるか知ってる、うん、何着替えるか知ってる、でもマイクあれ知らなかった、ズボンとパーンって何着替えるの、分かってる。お化けの掃除機を作りました。はい、これな、この電気は何かっていうと、この電気を引っ張ってお化けをピッてびっくりさせて、びっくりしてる間に、この掃除機でお化けを吸ってください。わかった？うん。今から始めます。はい、お化けの掃除機で吸うやつ始めます。これインカメラってなんか顔がいつもと違うな。はい、やろう。はい、はい。ただこけて死んだだけやけど、それやらなきゃ、おばきだ、ピカッ、わあ死んでる。わあ、おばきが死んでる。わあ、だからパパにカパにをおいかけしてもらいます。はい、あんた服反対だったの。え、いいの。あ、いいの。あ、なあちゃん、なあちゃん、みにちゃん、ここに今から絵を描きます。どんな絵描いてほしい？どんな絵描く？おはよう。え、アンパンマン描く？うん。じゃあ、何描いてほしい？キティちゃん。キティちゃん？キティちゃん。あとは？他は？他？うん。シナおっちゃん。うん。シナおっちゃん描いてあかんな。バイキンマン、クマ。バイキンマンのクマ描くん？まだラーメンキマン。描くん？ほんまに？いいの？可愛いから。え、いい？これ描いていいん、逆に。え、可愛い。え、そうなの？バイキンマン描いてほしい。いいよ。え、すみっこ暮らしとか、マイメロとか、キティちゃんとか、シナモンロールじゃない？あ、バイキンマンからすみっこ入ってないの。うん。マイメロは入ってるけど。じゃあ描きたいやつ全部持ってきてな。オッケー。はーい。パパがリオのカッパにお絵かきをしています。はい、頑張ってます。しんちゃん撮ってくれてありがとう。しんちゃん最近撮るのうまいよな。撮影係、すごいな。ほとんどできたで。反対側も描こうか。な。もうちょっとしたら、完成します。せーの。これ細いでしょうか。はい。はい。あ、なおちゃん来た。あ、じゃあ、ウーバーさんだってな。ありがとう、なおちゃん。いいよ。なおちゃん、ウーバーさんだって。なおちゃん、ウーバーさんだって。ウーバーさんだってよ。なおちゃん。
なんかもう全員集まってきたな。かけにくくなっていったな。はい、これで完成。すみっこ暮らし見える？完成。リオのレインコート書き上がりました。こっちは2本なしやからちょっとな、キティちゃん太ったみたいになったり、はい、ちょっと前触れ泣いたみたいになっとるけど、まあいい感じです。はい、前向いてこっちくるん、じゃん。はい、すみっこ、これは見本見て書いたから結構綺麗に書けたんちゃうかなと。低評価にしてくれるかな。違う、あげてるだけやん、それ違うよ。両方そうそう。あ、いいやん、結構いい感じ。ザーッと適当に書いた割にはどう？うまい？まあまあ、あんまり気に入った人？はい、はい。あ、帽子かわいい。はい、しんちゃんもまたにゃんことか書いてあるな。いや、しんちゃん来てないから来てないから、ただの体操、それただの体操やん、それ来てへんのにあったら。はい、あとはリオ、しんちゃん買った傘にも書く、またなあ、書けますか。はいはい、シンのレインコートやからシンが着てみました。相手の後ろ、クマ、敵がおって、そして味方、ネコムーと後ろ、シミキーです。何がシミキー？これシンって書いてるの欲しいですね、シン、シン、見にくいな、見にくいな。かわいいやん、いいやん、かっこいいし、いいやん、いや、お前らが戦うでどうすんねん、お前らが戦うでどうすんねん。違う、お前らが戦うでどうすんねん。それただのダイエットやんけ、それただのダイエットやんけ。何しん、ただのボクササイズやないか、それ。何をしとんねん。破れんで。はい、完成しました。完成。で、こうやってピン。あ、いいやん、猫、猫タンク、タンク猫と猫。はい、後ろは攻撃、後ろ。全然見えへん。パンチ。全然見えへん、後ろ見えへん。じゃあ、お前もこっち向いたら見えへんやろ。じゃあ、後ろ見せてくれ。いや、もう、中見えへん。全然見えへん。にゃんこ大戦争。はい。何しとんねん。